文化放送矢吹奈子のレコメン。皆さんこんばんは、矢吹奈子です。毎週水曜22時からのレコメンは私矢吹奈子が担当しています。皆さん今週もよろしくお願いします。ということで今日もめちゃくちゃ暑かったですね。本当にもう丸焦げになっちゃうぐらい暑かったです、本当でもなんかムシムシしてません？まだ梅雨って明けたんですかね、どうなんだろう、まだ続いてる？だとしたらもっと暑くなるかもってことですよね。梅雨明けだったら40度とかいかないかな、今年大丈夫かな。お風呂じゃん、もうなんならね、もう35、6度だから、もしかしたらそんぐらいの温度でお風呂入ってる方もいらっしゃるかもしれないから、本当にお風呂の温度ですよね。本当立ってるだけで汗出てきちゃうもん。汗かきだから最近はなんだろう、いいミニファン、ちっちゃい扇風機とか涼しい風が出てくるやつとか調べたり、あと冷却スプレーとかも調べたりするようになっちゃった。もう本当に今年の夏はもう何かがな、でその防寒対策の反対って防弾探索ですか探索じゃない対策防弾暑さ対策か、暑さ対策していかないとね。皆さん本当熱中症とかも気をつけてくださいね。はい、今年はね、今年の夏は本当花火大会に行きたいなと思ってるんですけど、他にもやりたいといえばバーベキューとか水鉄砲とかしながらバーベキューしたいな、楽しそう。昔やってたんですよ、やってたっていう毎年ではないけど1回しかないけど、HKT のメンバーだった時に舞台の稽古があった日で、その前に歌番組の収録があって、間からねちょっと3時間ぐらいかなあったんで、その間にみんなでちょっとバーベキューしようってなって、お台場でバーベキューして水鉄砲とかもして、もう盛り上がって、その後舞台稽古だったんですけど稽古に遅れていったっていうでもみんな仕事してきて疲れた顔して、そういう演技しながら行きましたね。懐かしい、なんかそういう、なんかそれも青春だなって思います、今考えたら。すごく、でも絶対バーベキューの匂いしてただろうな稽古場バレちゃってただろうな。はい、ということでちょっと話しすぎちゃったんで、ちょっとアイスが溶けちゃいそうなので、そろそろね食べたいと思うんですけど、今日のアイスはロッテのハーシーチョコレートアイスバーザクザクチョコミントです。いやー、パッケージからなんかいいですね、この美味しさが伝わってくる。ハーシーのチョコレートの、なんだろう、パッケージっぽい、何？表記ですね。で、そこにザクザク食感って書いてある。美味しそう。チョコミントは大好きなので、私。もう今日めちゃくちゃ楽しみでした。はい、ということで。はい。アメリカ創業で今や世界中で愛されているチョコレートブランド、ハーシーで人気のチョコ、人気のミント味をアイスバーで表現。チョココーチングの中にブラッククッキーを混ぜ込み、ザクザクした食感が楽しめます。アイスにもチョコチップが混ざっているので、ブラッククッキーのザクザクした食感とチョコチップ入りのチョコミントアイスのパリッとしたアクセントで食感を楽しめるアイスバーです。じゃあ、早速いただきたいと思います。いただきます。聞こえたかな、めっちゃ外のチョコがパリッとします。で、中にオレオのクッキーみたいなの入ってるんだ。めっちゃ美味しい、美味しすぎますこれ。いや、感動レベルはい、うるうるしてます目がはい、ということでハーシーはアメリカにある最も古いチョコレート会社の一つで、ハーシーパークというチョコレートがテーマのアミューズメント施設まであるそうです。これ写真が今ね載ってるんですけど、ここにすごっ、めちゃくちゃ広くないですかこれ。ジェットコースターめっちゃ長い、これすごいうねうねだし、これ一周とかもあるのかな、行ってみたい。しかもプールもあるんですか、めっちゃ楽しそうなんですけど。
チョコレート会社でアミューズメント施設あるってすごくないですか？初めて聞きました、本当に。それでパークの隣には、ハーシーズチョコレートワールドという施設もあって、乗り物に乗ってチョコレートの製造過程を見学するアトラクションやチョコのテイスティングもできるらしいです。あと、チャーリーとチョコレート工場のモデルになったと言われてるらしいですね。全然知らなかった。見たことあったけど。で、じゃあそんなに前からあるってことですよね。ちなみにチャーリーとチョコレート工場の前日譚を書いたウォンカとチョコレート工場の始まりが12月に公開されることが本日発表されました。ミュージカル映画らしいんですけど、見てみたい。え、絶対見よう。え、皆さんもね、気になる方多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、ぜひご覧ください。12月か、もう少しですね。もう少しでもないか全然先か今何月なんだっていう話ですよねまだまだでしたけど、12月まで楽しみに待っていたいと思います。ということで、ごちそうさまでした。美味しかった。はい、ということで、来週食べるアイスを紹介したいと思います。茨城県ラジオネーム総 MGA さん、ありがとうございます。なこちゃん、こんばんは。こんばんは。今回なこちゃんにおすすめするアイスは森永アロエヨーグルト味氷です。ヨーグルト界のキムタクこと、そうなのかな、森永アロエヨーグルトのアイスが7月11日からセブンイレブンで販売されているみたいなんです。自分もまだ食べたことないのですが、プルンプルンのアロエ用肉入り微細氷の二層仕立てで、このアイスが紹介されているツイートは 8.1 万いいねを超えていました。ちなみに現在 11.7 万いいね超えてました。さっき見たら。学校の帰りに買っていこうと思います。タコちゃんもぜひ食べてみてください。ということで。私もこれめちゃくちゃ気になってて、一応ツイッターの、見る専用アカウントっていうのがあるんですね。まあ、裏垢みたいな感じなんですけど、それも言っちゃいますけど、裏ではないけど、なんか公式ではやっぱ、あんまりいろんなものにいいねができなかったり、リツイートとかもできないけど、私こういうアイスの情報とかはリツイートしたい派なんで、アカウント作ってるんですけど、まあそこでもリツイートしてました。これもうめちゃくちゃ食べたかった。はい、ということで、来週はセブンイレブン限定で発売されている森永乳業のアロエヨーグルト味氷をみんなで食べましょう。引き続き皆さんが最近食べた、最近発売されて気になっているアイスもメールで募集中です。お待ちしています。それでは始めていきましょう。矢吹奈子のレコメン。改めまして、こんばんは、矢吹奈子です。文化放送矢吹奈子のレコメン。この時間は文化放送をキーステーションに、 HBC ラジオ、秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、 KBS 京都、ラジオ関西、南海放送の皆様に向けてお送りしていきます。今夜は11時台に TikTok 初の次世代アーティスト ImaSe さんがスタジオに生登場します。先週デジタルリリースしたばかりの新曲ユートピアについてお話を伺います。そんな今夜のメールテーマは SNS あるある。 ImaSe さんは TikTok 初の次世代アーティストということで、それにちなんで TikTok やインスタ、Twitter など SNS でよく見る、よくやるあるあるを教えてください。いや、私はさっきも言いましたけど、そのアカウントを何個か作るとか、インスタだと練習用アカウントをね、作るんですよ。練習用。これやってる方、まあ、私の周りにはいたけど、皆さん、最近の子とかどうなのかはわかんないですけど、こう、公式のインスタに載せる前に、なんか、その写真の、色味とかを、バランスとか考えて、練習用のアカウントでまず投稿してみて、あ、これで、バッチリ来るなって思ったら、本当公式の方に載せるんですよね。そういう練習用アカウントっていうものも作ったりしてます。いや、ちょっとあとは確かに世代によって違いもあるかもしれないですもんね。ということで、書ける方はメールに年齢も書いて送っていただけると嬉しいです。なんか
何20代とかでもいいですかね。全然。そして11時30分頃からはモデルのぬくみめるさんがパーソナリティを務めるめるるのハッピースルームを放送します。こちらもお楽しみに。この番組は生放送でお届けしています。番組を聞いて気になったことなど、どんなことでもいいので気軽に送ってみてください。メールアドレスはレコ@joqr.net、 レコ@joqr.net、 レコの綴りは RECO で、すべて小文字です。番組の感想をツイートするときはハッシュタグカタカナでレコメンをつけてつぶやいてください。私もスタジオで見てるので皆さんたくさんつぶやいてください。またレコメン公式 LINE もあります。番組情報など発信しているので、ぜひいろいろじゃなかった、ぜひ登録してみてください。それでは矢吹奈子のレコメン、今日も最後までお付き合いください。それではここで一曲、今日は SNS で話題の曲をどんどんかけたいと思います。超級メイであなたの恋人になりたい。レコメン、この時間は求人ボックスの提供でお送りしています。今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコ@joqr.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。ここでレコメンからお知らせです。先週7月7日文化放送レコメンは放送開始から20周年を迎えました。それを記念して募集していた20周年あなたの夢叶えますウィークへのたくさんのご応募ありがとうございました。現在スタッフさんと一緒にどの曜日でどの願いを叶えるのか考え中です。こちらの企画は7月31日の週、私は水曜担当なので8月2日にお披露目する予定です。アイスに関係することとか、私と電話でお話ししたいこととか、いろいろ届いていましたけど、どれを叶えてあげられるのか楽しみですね。なんか私もめちゃくちゃ楽しみだな。初体験のことここでもありそうですよね。お、だって電話もしたこと今までなかったから、え、他の予約もされてます？結構やってますよね。そうですよね。私だけか。いやー、早くしたい。早くしたくなってきましたね、ほんと。はい。ご応募してくれた方には、スタッフさんから事前に連絡が行くかもしれないので、お待ちください。あなたの夢を全力で叶える20周年企画、お楽しみに。それでは、こちらのコーナーに行きましょう。初めてはレコメンです。私がまだ経験してなさそうなことを募集するコーナーです。なんかすごいシンプル。こんな風に書かれただけ。すごいシンプル。はい、まだやっていないことですけど、先週も話した通りミュージカルは生で見てみたいなって思います。本当にミュージカル好きな方いたりしたら、おすすめとか教えてほしいですね。おすすめの作品、ほんと、最近、今でも、やったりしてるんですかね？お！え、アナ雪やってるんですか？すぐそこで？浜松町で。見に行きたい。一緒にみんなで行きます？ロケ行きます？どうやってロケするのかわかんないけど。行ってみたいなぁ。アナ雪絶対感動しそうですよね。いや、なんか、見たいのもあるし、自分自身やってみたいっていう、どっちも、あるかな。じゃあ早速メール読みますかね。東京都ラジオネーム、今日からやぶきなコンコルゲン、ありがとうございます。なこちゃん、コンセプトカフェ行ったことありますか？最近流行っていて様々なコンセプトカフェがありますよね。私は先日ビバマツケンサンバワールドカフェオレに行ってきました。今度はラブ&ベリーのコンセプトカフェも始まるみたいなので行ってみてください。あ、そういうことか。こういうのをコンセプトカフェって言うんだ。コラボみたいな？コラボカフェみたいな。ああ、写真もね、送ってくださったんですけど。うわ、めっちゃ、キンキラキーンって感じ。もう、これ、食べ物めっちゃ美味しそうだな。なんだこれ、パスタなんですけど、貝がいっぱい入ってるのと、ハンバーガーと、面白い。いろんなところにマツケンサンバ。いや、飲み物のところにアミーゴって書いてあるし。うわ、いいですね。しかも私のアクスタ持って行ってくれてる。
私も言ったみたいな感じにしてくれてありがとうございます。やぶきなこんコルゲンちゃんいや嬉しい。そうラブ&ベリーのコラボカフェ始まるんですよ、今週の金曜日から。でもね結構長い間やってるんで、8月27までか、8月末までやってるんで、わーでも夏休み込みそうだから早めに行った方がいいかな。で私もお姉ちゃんと行こうって話してるんでそうもういね早めに行けたら行きたいな。あと藤田ニコルさんがコラボラブ&ベリーとコラボして洋服とかも出してるから、うわその洋服買いってその服着ていきたい。うわー夢あるなんかなんかやっぱこういうの行くのって楽しいですよね。コラボカフェ今まであるかな、サンリオとかサンリオのカフェ行ったな、マイメロカフェ多分あった時なのかな、ピンクのカレーを食べました。すんごい昔なんですけど、ピンクのカレーなんですよ、ルーがもう真っピンクでも味はカレーなんです。だからすっごい不思議な気持ちになるんですよ。だからすごいなと思って、食べ物ってなんかもう先入観あるじゃないですか。例えば醤油も透明の醤油が最近売ってたり、ピンクもあるのかな、だからいろんな色売ってたりすると思うんですけど、いや食べづらいなって思っちゃうことありますよね。いやだから色ってすごいって思いましたあと何行ったことあるかな、あドラクエカフェもお姉ちゃんと行ったことあるかも。うん、なんかいっぱいスライムがいて可愛かった記憶がありますでも確かにこういうの定期的に行きたいかもな。いいですね、コンセプトカフェって言うんだ。しかも最近流行りなんですね、それも知らなかったかも。でも確かにいっぱいあるかも。あそういえばトワイスさんとアイスクリームのコラボカフェもで始まるみたいなんで、それも行こうやばいいっぱい行きたいところ増えちゃったじゃあ続いて東京都ラジオネームふにゃっこさん、ありがとうございます。アイス大好きななこちゃんですが、去年めちゃめちゃバズった雪見大福豆腐とはやったことありますか。レシピは簡単で、食パンにスライスチーズを乗せ、その上に雪見大福を一つ乗せてトーストしたら完成です。世の中にアイス好きはたくさんいるので、アイス好きとしてなこちゃんが一歩リードするためにもアレンジレシピも体験してみてはどうでしょうか。いつかアイス大使みたいなのになれたらいいですね。あるか知らないけど、わら。ということで、私これやったことないんですよね。これツイッターでバズってたのかな？ツイッターでは見たことあって、でもね、なんかやろうって思わなかったんですよね。アイスそのまま食べた方が美味しいよって思っちゃって、素材大事だと思っちゃう派だから、なんか、それして美味しいのかなとか思ったりもするけど、でも雪見大福あったかいの美味しいってよく、聞きますよね。ちょっとレンチンして食べた方が美味しいとか。硬いの好きなのにな、なんかザクって感じが好きなのにな。でもやってみたいはやってみたいかも。あ、ここでやるんですか、もしかして。やってみます、次の時。今日はちょっとない、ね、そうですね、今日は準備はしてないからちょっとやってみたいです。やった、嬉しい。はい、ということで引き続き私がまだ体験してなさそうなことを募集しています。メールの件名に初体験と書いて送ってください。ここで一曲、今週の文化放送プラスチューンです。なにわ男子でポッピンホッピンラビン。文化放送やぶきなこレコメン。メールアドレスはレコ@joqr.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。声で伝えなきゃいけないじゃないですか、耳でしか聞こえないから、モノマネモノマネできたらいいなみたいな。できるかな、練習中ですか。ジャイアンおいのび太、野球しようぜ。あ、ちょっとあんまりでしたまだまだでした、すいません、もうちょっと練習してきます。文化放送やぶきなこのレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしているやぶきなこのレコメン。いやーなんか今聞いてたらジャイアンがいたんですけどいやなんかあれ結構な頻度で流れるからちょっと恥ずかしいです、自分で聞いてても。そろそろあれやめます
新しい、え、新しいの撮り直し、結局ジャイアンえ、結局ジャイアンですか。え、じゃあちょっとやっとくか、進化バージョンいきます。おいのび太、野球しようぜ。どうですか、なんかすごい微妙な反応です。どうしよう、前の方が良かったっぽい。じゃあ今のまんまでいきますか今のままでいきますか。じゃあメール読みたいと思います。はい、神奈川県ラジオネームライターさん、ありがとうございます。お、矢吹なこカフェがあったらどんな感じになりそうですか。どんな感じにしよう。うわー、私っぽいの、インコだらけとか本物のインコを何羽かと、あと普通になんか人形っぽいのもいっぱいいたり、あと絶対アイスはもちろん販売しないとですよね。もうアイスだけでいいんじゃないですか。矢吹なこカフェ、アイスいっぱい、飲み物の上にもアイスとかパンケーキにアイスとか、いろんなものにアイス乗ってるみたいな。どうですか、美味しそうですよね冷えちゃう、夏にやりましょう、夏にはい、続いて茨城県ラジオネームソー MGA さん、ありがとうございます。なこちゃんこんばんは。こんばんは。先日仲のいい女の子にお祭りに誘われたのですが、ここでふと思ったのが、自分は私服で行く予定なのですが、当日女の子側が浴衣を着てきたらどうしようという問題です。なこちゃんが女の子側の時、こういう時どう思いますか。事前に聞くのもあれかなと思っちゃって。確かにそうですね。これどうなんだろう。でも女の子浴衣着ていくんだったら自分から言わないかな。なんか私浴衣着て、言わないわ。え、でもこの場合は私服でいい気がします。だって自分だけジンベエで行った方が恥ずかしくないですか、でもそれも難しいけど、女の子側がもし相手にジンベエとか浴衣着て欲しかったら多分言うと思うし、女の子が言うと思うから、言われなかったら私服でいいと思いますっていう私の一人の意見なので、これを全部参考にしてもらわなくても大丈夫ですはい、ということでこの後23時台は今瀬さんがスタジオに生登場します。矢吹奈子のレコメンでは引き続き皆さんからのメールを募集中です。メールアドレスはreco@joqr.net です。時刻は間もなく11時です。